よし、もう少しだ。繰り返しお伝えします。本日七王子市で多発していました自動車暴走事故はその後拡大の一途をたどり、警視庁は先ほど、なんで人間が小さくなって全域に適用。あっ、発信機が、この街、大丈夫か。うん、隠れてろ。小平くん、なんだ地名は。お前たちアクロイヤーから地球を守るためにやってきたミクロマン、アーサー、リザグ、ウォールド、エジソン、オーディーン。キャー、かっこつけやがって。だがアクロイヤー戦闘隊長のコブラーギ様がその鼻っ柱へし折ってやっかんな。うん、アクロ戦闘隊行けってばよ。次はお前の番だ、コブラージ。ああ、ミクロマン、ようやく地球までたどり着いたが、わざわざ無駄な努力をするために。誰だ。我はアクロイヤ地球侵略総司令官デモンレッド。デモンレッド、あれが地球侵略三大幹部の一人、デモンレッドか。コブラージよ、何をしている。真の姿に変身して奴らを葬るのだ。はあ、今そうしようかなって思ってたところなんですよ。すいませんどうも。変態。こいつは私が引き受ける。公平君たちと発信機を破壊してくれ。任せた。来い。今のうちに発信機を外へ運ぶのである。うん、あっ。パワーランド、俺様の敵じゃねえ。ラジオ体操で鍛えたこの顎の力、ちょっと思い知るがよか。ほら、何。あは、あ、コックさんだ。こんな時に人間めんよ。なんだ。子供たちが大変なのである。天ぷらぽよ、これ。天ぷら、よし、唐揚げなっちゃうよ。光栄くん、ゆうたくん、まみちゃん、なんだいって。今のうちに子供たちを。コブラージのパワーを上回るだと。マグネパワー全開。あ、アーサーの腕が。解説しよう。我々ミクロマンチームはそれぞれ特別な能力を持つのである。あれこそアーサーの必殺技。そしてこの時最も君たち人間の潜在能力のバックアップが活用されるのだ。ふっ、おお、超磁力ブレイク。
悪い、今夜は帰れないかも。待て、デモンレッド。ミクロマンアーサー、覚えておくぞその名前。くそ、ね、大丈夫か3人とも。うん、それより早くこれを。よし、しばらくここで破壊してはいかん。爆破するぞ。よし、みんなビルの屋上へ上がるんだ。今日パパとママは大変な目に遭ってたんだ。お前たちにも何かあったのかと思うじゃないか。もう心配で夕飯作れなかったじゃない。そんな、ひどいよ。パパとママのために頑張ったのに。仕方ないさ。もし俺たちやアクロイアのことが大人に知れたら大パニックになっちまう。たとえパパさんやママさんにだって秘密にしてくれよ。わかってるけどさ。お、ここがちょうどいいな。そうですね。兄ちゃんの机で何してんの？我々の基地を作るためにこの引き出しを使わせてもらう。そんなの困るよ。なんだか信じられないよ。僕たちが地球を守ったなんて。ねえ、一つ聞いていいかな。なぜ君たちが僕の家へ来たの？君たちが小さな命を大切にする子供たちだったからさ。え？あの時小さな虫を助ける姿を見て、君たちなら私たちの仲間になってくれる、そして一緒に戦ってくれるってなぜかそう思ったんだ。明日もいい日になるといいな。